4月24日にコンセプトシングル、マスタープランをリリースする BE:FIRST。同作の中に、ジュノンのソロ曲、ノバフレームチルダ1オブザ BE:ST01 ジュノンチルダが収録されることが発表された。同曲は BE:FIRST にとって初のメンバーソロ楽曲で、東京ドーム公演を経てスタートする新企画、1オブザ BE:ST の一曲目だ。写真、CM ではレオとクールなバーテンダーに扮したジュノン発表に際し、スカイハイは、ONE OF THE BE:ST とは、各メンバーのソロ楽曲及びそのパフォーマンス映像が今後一周いたします。しかしそれは、いわゆるソロ活動のスタートというよりは、BE:FIRST をさらに強くしていくためのプロジェクトです。個性のさらなる成長のために一番必要なのは、個々の音楽性、音楽力のさらなる成長に尽きると思います。このプロジェクトが一周し07まで到達したとき、さらに大きな BE:FIRST に出会えると確信しています。とコメント。その第一弾としてジュノンが選ばれたというわけだ。そして、ノバフレームにはジュノン自ら作詞作曲に参加している。ジュノンといえば、高いボーカルスキルで聴く人を魅了しているメンバーで、ハイトーンボイスが武器。サビや印象的なフックを担当することも少なくない。オーディション番組、ザ・ファースト、日本テレビ系、Hulu に参加した当時は未経験ではあったものの、常に音楽が鳴っていた環境で育ったと語っていたことがあった。インタビューでは、クリスマスにケーキを食べるときにはミーシャさんが流れていたり、父がバンドをやっていたので、家にはあらゆる楽器が揃っていて、中高生の時には、僕がベース、妹がアコースティックギターを弾いて、自宅で好きなバンドの曲をセッションしたこともありましたね、とも語り、音楽と共に人生を歩んできたと想像できる。そんなジュノンが秀でた歌唱力を手にしたことは必然なのかもしれない。そして、歌声という明確な武器を得たジュノンが、ONE OF THE BE:ST のトップバッターを飾ることも納得だ。